はい、今日は、ライトルームで僕がどうやっていつも現像しているかというのをお見せします。今日は、朝日を撮った写真を現像していきたいと思います。まずは僕が一番最初にやるのはレンズ補正の色修正除去とプロファイル補正を使用をクリックして、歪曲や周辺光量を補正します。だいぶ変わるのでね、こうやるとね、って感じで、次にまあここの基本補正をいろいろやっていきます。でまあこの岩の部分とかここの部分だいぶ黒つぶれしているんですが、まあ、ねこうやってここを押すと どこが黒つぶれしているかっていうのは表示できるんですが、ちょっとシャドウを思いっきり上げてみたいと思いますって感じで、こんなにね情報が残っているんですけど、よくよくアップするとかなりノイズが乗っちゃっています。ちなみにこの写真を撮ったのは、キャノン 5D Mark III というカメラで撮りました。ね、シャドウをかなり上げちゃうとこのカメラはかなりノイズが出ちゃうので、ここが難しいところなので、まあ、とりあえずでこんなもんでやっていこうかな。で、ハイライトを下げると、だいぶ明るさがなくなっちゃう。ここも微妙なところですが、あまり安いと良くないし、まあ、適度にこんなもんかな。で、白レベルも上げていきます。で、白飛びしないぐらいまで上げてみようかな。こんなもんかな。いいんじゃないですかね。で、黒レベルはまあだいぶ、レベルはとりあえず今こんなもんで、ちょっと引き締めるかな。今はやめておきます。で、ちょっとだけコントラストを上げて、ちょっとやりすぎなので、まあ、とりあえずこんなもんでしておきましょう。と、光量は、ちょっと上げてみます。ちょっと上げすぎな気もしないで。とりあえずこんなもんか。まあこんな感じで、基本補正はやってみました。まあ、ホワイトバランスをとりあえずこれで結構綺麗な気がするので、ちょっと、まあ、全体寄りにしてみると、一回思いっきりやってみるといいんですよね。ちょっと強めにしようかな。ちょっと綺麗ですね。で、次にサイドを上げていきます。まず自然なサイドを上げていきます。結構強めにやって、これちょっとやりすぎなので、32.3 ぐらいかな。で、次はここはね、かなり変わってしまうので、僕はあんまり、サイドが強い写真はあんまり好みではないので、ここはいじらないでおこうかな。このまんまにします。トーンカーブは、ね、これでも明るさを調整したりとか、コントラストを上げたりとかできるんですが、まぁ、ちょっと、やってみましょうか。こんな感じかな。ここは、シャドウ部分を上げたりできるんだけど、どうかな。いいんじゃないですかね。やるのってないと全然変わるんじゃないかってね。ちょっと白飛びしてるのは太陽の部分と上のあれですね、雲の部分ですね。ちょっと下げれば白飛びになるかな。あ、いいでしょう。とりあえずいいでしょう。で、次に、まあ、色相、サイド、輝度などいろいろいじれるところですね。まあ、だいぶ変わるんだね、これですね。ここはいいかな。まあ、いじらないでおきます。まあ、部分的に、サイドをちょっと強めたりしてもいいのかな、と思ってます。ちょっとやりましょうかな。20、
冊ぐらい、レッドはどんぐらい書いたの、周りの部分ですね、もうちょっと強めにしていこうかな。それです。とりあえずこんなもんかな。シャープネスをちょっとぐらい上げていこうかなと思います。まあここもね、人それぞれだからこんなもんでいいかな。マスクをかけるのは、僕 Mac なので、アルトオプション、オプションを押しながら、マスクの部分をこうやるとこんな風にいろいろ変わりますが、白くなっているところに、シャープネスがかかります。なので、空の部分はほとんどかかってないけど、海の岩の部分とか波の部分にちょっとシャープネスがかかっている感じですね。そんなにかけなくていいのかななんて思ってます。とりあえずこんな効果もあるよっていう感じ、こんな感じにしておきましょうか。で、もうそろそろおしまいかな。あ、霞の除去っていうのがあるので、ちょっといじってみましょうか。あ、だいぶ変わってきました。あまりやりすぎるとね、こんなになってしまうので、これはおかしいので、ちょっとだけかければいいのかなーなんて思います。そうすると結構、すっきり画像になるので、こんなもんかな。とりあえずこれでやってみる。 F4 をアップ、ね、いい感じですね。こんなもんかな。で、まあこの写真すごい写真ではないのですが、ちょっとこの上の部分の空白が多すぎるので、16対9にして、よりね、ちょっとドラマチックな構図になるかな。なんかちょっと水平が若干ずれてる気がするような、しないような気もするので、ちょっと角度を直しましょうか。水平線に沿ってこの辺こっちってやって、こうやって伸ばすと直して、お、これで水平ですね。ちょっと水平斜めってましたね。という感じで出来上がりかな。まあ、さっきのシャドウの部分に関してもう一回やると、こうやるとディテールもくっきりして、多分まあ目に見たような風景にはなるんですが、かなりノイズがね乗ってきちゃうので、重くなっちゃってます。ごめんなさいね。かなりノイズがあるので、このカメラではシャドウを思いっきり上げるのあんま良くないので、こんなもんですかね。ノイズリダクションとかいろいろかければできるんですが、まあちょっと限界もあるので、まあ効果を知っていただきたいっていうのもあるので、なんですかね。朝日の現像をやってみましたという動画です。あ、とは、明瞭度をちょっと上げてみましょうか。ごめんなさいね。量と、これもどうかな。はい、という感じで、朝日の現像をやってみました。この動画がね、皆さんの何かの役に立てればいいなと思っています。もし質問等があれば、コメント欄に書いていただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。